オサイリスレックスはアメリカ航空宇宙局ゴダード宇宙飛行センターがアリゾナ大学月惑星研究所などと共同開発しているベンヌからのサンプルリターンを目的とした宇宙探査機である。日本語ではオサイレス、レックス、オシリスレックスなどとも表記されアメリカ版ハイアブサと呼ばれることもある。ニューフロンティア計画の3番目のミッションであり2016年9月に 打ち上げが成功した。2018年12月3日に、ベンヌ付近へ到達。2018年12月31日に、ベンヌから 2km 以内に接近し、周囲を61時間で一周する軌道に入った。2020年10月20日に、ベンヌ表面から資料を採取し、2023年に地球へ持ち帰る予定である。ミッションロゴ炭素質の地球近傍症惑星である。 ベンヌの詳細観測とサンプルリターン、ヤルコフスキー効果の観測を主目的としており、また、2020年代に実施する、有人小惑星探査の重要な一歩として位置、付けられている。総事業費は、約8億ドルである。NASA は2017年2月、ベンヌへ向け飛行中のオサイリスレックスに、地球と太陽のラグランジュ点の一つ、L4 に存在する、可能性がある。 小惑星を観測するミッションを追加した。組み立て中のオサイリス、レックス当初はオサイリスという名称であった。2004年にアリゾナ大学とロッキード・マーティンによりディスカバリー計画の11番目のミッションの候補として初めて提案されたが、チャンドラヤーン1号へ相乗りする観測機器が選定されたため採用されなかった。2006年には、 ゴダード宇宙飛行センターが加わり、同計画12番目のミッションの候補として再提案された。理学、工学、ミッションデザインなどで両評価を得て、月探査機グレールや金星探査機ベスパーと共に最終候補まで残ったものの、最終的にグレールが採用されたため不採用となった。不採用となった理由は、ディスカバリー計画の425ドル M までという、 予算枠に対して高すぎると判断されたためである。その後、名称をオサイリスレックスへ変更し、ロケットを除き650ドル M までとディスカパリー計画より多い予算を持つニューフロンティア計画の3番目のミッションとして2009年に再提案された。同年12月29日には月サンプルリターン、探査機ムーンライズや金星着陸規制時ともに最終候補に残り、 2011年5月25日にニューフーロンティア計画3番目のミッションとして正式に決定した。採用されたのは3つの候補の内マネジメント及びコストの面で科学的目標が最も実現可能だと判断されたためである。2014年4月にミッションの詳細設計審査を終了し製造フェーズへの移行が認められた。サンプル採取のイメージをサイリスレックスは アームの先端につけたタグッサムという円盤形状の装置を小惑星の表面に押し付け、窒素ガスで表面物質を吹き飛ばしてサンプルを採取する方式を採用している。サンプルを採取した後はタグッサムはアームを使って回収カプセルに内に収納される。サンプルする物質は6 0ム以上を想定している。日本の弱さと NASA は、はやぶさ2とオサイリスレックスで回収したサンプルを分け合うことで2014年11月17日に、両宇宙機関長が協定に署名した。NASA は、はやぶさ2のサンプルの10%を、JAXA はオサイリスレックスのサンプルの0.5%を、得るこの協定は、どちらかのミッションが失敗しても保証される。また NASA は、ディープスペースネットワークを使った、 ハヤブサ2の新宇宙通信をサポートする。オサイリスレックスが撮影したベンヌナサはオサイリスレックスに世界中の人々の名前を載せるイベントを2014年に1月から9月30日まで実施した。名前はマイクロチップにエッチングする形で搭載される。カプセルは2023年に地球へ戻ってくるが、名前は衛星本体に搭載されたままになるため、 カプセルを地上に回収した後も探査機と共に飛び続ける。ありがとうございます。